ベガパンクとルルシア王国の関係。現在物語も佳境に差し掛かり、クライマックスを迎えているワンピース。そんなワンピースで最も注目されているのが、ベガパンクとルルシア王国の関係。第1062話では、ベガパンクがルルシア王国の一件の関係があるのではないかと疑い、スティーシーがそれを認めるような発言。このように、ベガパンクとルルシア王国の一件は関係があるんですが、その関係性とは一体何か。結論から言うと、それはウラヌスの修復と複製。ということで、今回はウラヌスとベガパンクの関係について徹底考察したいと思います。ナワンピース第1062話までのネタバレを含みますので、ご注意ください。まだ見てない方は必ず動画をここで閉じるようよろしくお願いします。それではどうぞ。要はこのクソガキをエッグヘッドに返してベガパンクを全員消すのが任務と。第1062話のルッチの発言により、世界政府の指令を受けた CP0 がクマの姿をしたセラフィムをですね、エッグヘッドに派遣することによってベガパンク全員を消そうとしていることが明かされました。世界一役に立つ男を消すか、先日のルルシアの件と何かつながりか。そしてルッチのこの発言により、ルルシア王国が巨大な物体からの16本の光線によって消し飛ばされた一件とベガパンクを消す任務との間に何かしらのつながりがあるということが示唆されているんです。ではルルシアの件とのつながりとは一体何を意味しているのでしょうか。これについてはですね、大きく2つのパターンが考えられます。1つはですね、ルルシア王国を消した理由とのつながり、もう1つはルルシア王国を消した方法とのつながりです。ルルシア王国とベガパンクに直接つながりがあったというパターンも一応考えられるんですけども、ベガパンクの出身国はバルジムマであり、ルルシア王国との密接な関わりは見当たらないので、今回は除外して考えていきます。そこでルルシア王国を消した理由とのつながりがあるパターンと、ルルシア王国を消した方法とのつながりがあるパターンの2つの角度から、世界政府がベガパンクを消そうとしている理由について考察していきたいと思います。まずはルルシア王国を消した理由と繋がりがあるパターンについて考えたいと思います。でもそもそもイム様がルルシア王国を消した理由とは一体何なのか。まず一つ考えられるのは8カ国革命の見せしめです。8カ国革命とは、サボがアラバスタの国王であるネフェルダリコブラを殺害したという報道をきっかけにして巻き起こった8カ国での革命運動のことなんですけども、ルルシア王国はそのうちの一つであることが明かされています。そして革命というのは、世界政府による支配と世界政府に従う王族に対して反旗を翻す行為であるので、世界政府にとって都合の悪いものであることは言うまでもないでしょう。そのためですね、見せしめとして一国を滅ぼすというのはですね、動機として十分にあり得る話だと思われます。そして見せしめとしての効果を最大限発揮するためには、革命を起こした国と世界政府との圧倒的な軍事力の差を見せつけ、革命の火種がつきそうな国に対して反乱を起こす気力をそがせることが必要だと思われます。それにもかかわらずですね、世界政府がルルシア王国に対し取った行動はというと、謎の巨大な物体から16本の光線を浴びせ、一瞬のうちに島ごと消滅させるというものだったので、他の国がルルシア王国の状況を把握することすらできない対応で、一国が滅ぼされてしまってるんです。つまり世界政府が見せしめのためにですね、ルルシア王国を葬ったとするならば、世界政府の取った行動は悪手だと言わざるを得ないんです。したがってルルシア王国を消し飛ばしたのは見せしめ以外の理由であると考えられるでしょう。ではイム様がルルシア王国を消した理由とは一体何なのか。この理由について考える前に、まずはルルシア王国について考えていきましょう。ルルシア王国といえば、グランドラインの後半、新世界に位置する国家なんですけども、世界政府に加盟しており、レベリーへの参加が認められている国家です。作中では王女のコマネがですね、身代金目当てに誘拐されていたり、黒ひげ海賊団参加のモモヒゲにより襲撃を受けたりと、たびたび登場しています。そんなルルシア王国にはですね、モデルとなった国があると言われています。その国とはルーマニア。その理由はルルシア王国国王である関のこちらの発言。貴様ら後悔するぞ。海軍本部が駆けつけたら一人残らず串刺しの刑だ。これは第1060話で檻に閉じ込められている関が発した発言なんですけども、串刺しの刑を実際に行った君主が歴史上に存在しています。その名もですね、ブラド・ツェペッシュ。ブラド・ツェペッシュはですね、15世紀にルーマニア南部を支配した君主なんですけども、敵国の軍隊や自国の反逆者に対して串刺しの刑を執行したことから、串刺し公との異名で呼ばれています。したがって関の発言はブラド・ツェペッシュを参考にしてなされた可能性が高いと思われ、関のモデルはですね、ブラド・ツェペッシュだと言えるでしょう。また王女のコマネについても、ルーマニア出身の体操選手ナディア・コマネチから名前が付けられたと考えられるため、ルルシア王国のモデルとなったのはルーマニアだと見てほぼ間違いないんです。そしてブラド・ツェペシュには串刺し公の他にもある異名がありました。それがドラキュラ。ブラド・ツェペシュの父親がドラゴン騎士団の団員であったことから、現地の言葉で竜の子を意味するドラキュラという異名が付けられているんです。ここで赤王の顔をよく見てみると、なんと上の歯にはですね、2本の鋭い牙が生えていることが確認できます。つまり小田先生はブラド・ツェペシュの異名がドラキュラであることを明確に意識した上で、赤王の人物画を描いたんだと言えます。そして先ほども説明したように、ドラキュラはですね、現地の言葉で竜の子という意味を持っています。そしてワンピースにおける竜といえば、そう、天竜
竜人です。つまり石王は竜の子ということになり、天竜人の血筋を引いているのかもしれないんです。このことを補強する根拠としては大きく2つ挙げられます。まず1つ目はルルシア王国の他にイム様が消した島や消そうとした人物の共通点です。第1060話でイム様がルルシア王国を消滅させていることから、イム様は何かしらの方法で島一つ消し飛ばせるということが明かされているんですけども、今から38年前にも跡形もなく消え去っている島がありますよね。それがゴッドバレー島。ゴッドバレー島で起きたゴッドバレー事件はロジア海賊団とガープが手を組み、ロックス海賊団を壊滅させたというものなんですけども、ロックス海賊団は世界の禁忌に触れすぎていたので、世界政府としてはロックス海賊団の痕跡ごと消し去りたいと望むはずなので、ゴッドバレー島を跡形もなく消滅させたのはイム様だと考えられます。またイム様が消そうとした人物についてですが、第908話で五老星から歴史より消すべき灯火と聞かれた時にビビの写真を持っていたので、イム様はビビを消そうとしていたんだと考えられます。そしてゴッドバレー島とビビの2つにはある共通点があります。それが天竜人。ゴッドバレー島には天竜人とその奴隷たちが滞在していたということが明かされています。またビビはネフェルタリ家の王女なんですが、ネフェルタリ家は世界政府を設立した20の王国の1つなので、本来天竜人と同じ立場にあるはずです。つまりイム様はマリージョ以外での天竜人の痕跡を消そうとしている可能性があるんです。そうだとするとルルシア王国が消されたのも石王が天竜人の血筋を引いているから、そう考えると辻褄が合うと言えます。次に2つ目はドンキホーテ家。ドフラミンゴの父親であるホーミング星が地上に移住していたり、ニョスガルド星が乙姫に諭されていたりと、天竜人の一家であるドンキホーテ家はかなり人に好意的な一家であることが分かってるんですけども、たった数十年の間にこれだけ人に好意的な天竜人が存在しているということは、800年の歴史の中で地上に降りた天竜人は数人から数十人ほどいてもおかしくないと言えます。よってですね、地上に降り立った天竜人がルルシア王国を建国したという可能性も十分考えられるので、石王が天竜人の血筋を引いていたとしてもおかしくありません。そして石王が天竜人の血筋を引いていることこそがですね、イム様がルルシア王国を消した理由になっていると思われます。つまりイム様は天竜人やマリージョアの秘密が外に漏れることを恐れ、ルルシア王国を滅ぼした可能性が高い。これはオハラが世界の真実を知りすぎたゆえに壊滅させられたことや、ロークス海賊団が世界の禁忌に触れすぎたがゆえにゴッドバレー島が消滅させられたことから考えて、世界の秘密を知ると消される傾向にあると言えることからも妥当な結論だと思われます。ちなみになんですけども、この結論が正しいとした場合はドレスローザが滅ぼされなかったことが懸念点になるんですが、ドフラミンゴを王家支部会に加入させることで世界政府が手綱を引いて制御できていたために滅ぼされずに済んだと考えることができます。ではここからが本題です。ルルシア王国を消した理由とベガパンクのつながりとは一体何なのでしょうか。ここまで説明してきたように、ルルシア王国を消した理由は天竜人やマリージョアの秘密が外に漏れるのを防ぐためでした。したがってですね、世界政府がベガパンクを消そうとしている理由も天竜人やマリージョアの秘密が外に漏れるのを防ぐためだと言います。つまり世界政府はベガパンクの持つ知識と技術を利用していたんですけども、研究の過程でベガパンクは世界政府のとある秘密を知ってしまったんだと思われます。それにより危険人物と認定されたベガパンクはセラフィムを完成させて利用価値が少なくなった今、消されることになってしまったんだと言えるでしょう。ちなみになんですけども、ベガパンクが知ってしまった世界政府の秘密というのはウラヌスのことだと思います。この件については後ほど詳しく説明していきたいと思います。第1060話にてルルシア王国は謎の巨大な物体から放たれた16本の光線によって消滅させられているんですけども、この謎の巨大な物体の正体はウラヌスだと思われます。これについては以前別の動画で詳しく解説してるんですけども、簡単に説明すると、島一つ消し飛ばす力が古代兵器プルトンに匹敵していること、巨大な物体が天空に関係する兵器であることが理由となっています。よってルルシア王国を消した方法イコールウラヌスということになるので、ベガパンクとウラヌスとの間には何かしらの関係性があることになるでしょう。これについて大きく2つの可能性があると思います。まず一つ目の可能性が、ベガパンクがウラヌスの対抗策を持っているというものです。ベガパンクといえば幼い頃からバルジモアで兵器の開発に勤しんでいたり、海軍に雇われてからはパシフィスタやセラフィムを開発したりと兵器の開発に長けていることがわかります。さらに第1061話と第1062話ではサウザンドサニー号を遥かに超えるほどの大きさのロボットを開発していることも明らかになっているので、その技術力は圧倒的な高さを誇っているんです。そして注目すべきは第1062話で描かれた高圧グローブです。高圧グローブは光を干渉物に留めず物体として触ることができるという代物なんですけども、ウラヌスから放たれていたのは16本の光線なので、高圧グローブの技術を応用すればウラヌスから放たれた光線を跳ね返すことができるかもしれないんです。したがってですね、世界政府としては高圧グローブの技術が世界に行き渡り、ウラヌスが無効化されてしまえばたまったものではないので、今のうちにベガパンクを消そうとしているのかもしれません。次に2つ目の可能性が、ベガパンクがウラヌスを複製できるというものです。先ほども説明したように、ゴッドバレーとはウラヌスによって消滅
滅させられたと思われるんですけども、世界の根幹を揺るがすような研究をしていたオハラで、ウラヌスが使われていないということは、ゴッドバレー島でのウラヌスの使用により、ウラヌスが壊れてしまっていた可能性があるんです。この理由については、以前別の動画でも説明したんですが、簡単に説明します。ゴッドバレー事件でロックスは天竜人を人質にとって、ウラヌスを手に入れようとしていた可能性があります。しかし、ロジャー海賊団とガープによって、ロックス海賊団が壊滅させられてしまうと、イム様は満を持してウラヌスを発動したと考えられます。これに対してロックスも最後の力を振り絞り、ウラヌスに大きな損傷を残すんですけども、同時にウラヌスも放たれてしまい、ロックスは島ごと存在を消されてしまったという可能性があるんです。そして同じくですね、古代兵器の一つであるプルトンは、造船技師としての腕が確かなアイスバーグとフランキーですら驚愕の表情を見せ、こんなもん人間に作れんのかと言っていたほどのものであるので、ウラヌスについても人間離れした技術力を持ってなければ作ることは愚か、修理することすらできないと言えます。そこで白羽の矢が立ったのがベガパンク。ベガパンクといえば世界最大の頭脳を持つ男との異名を持ち、その頭脳は500年先を行くとまで言われているので、まさに人間離れした知識と技術の持ち主だと言えます。よってウラヌスを修理できるのは、作中ではベガパンク以外はいないので、世界政府はベガパンクにウラヌスの修理を依頼した可能性があります。そしてベガパンクほどの頭脳があれば、ウラヌスを修理したことによって、ウラヌスの設計図が頭に入り、自らの手によって複製することも可能かもしれません。つまり世界政府はベガパンクにウラヌスの修理を依頼した時点で、完成後にベガパンクを消そうとしていた可能性があるんです。そして先ほど説明したベガパンクは世界の秘密を知ってしまったことがここで繋がってきます。つまりベガパンクは世界政府から依頼されてウラヌスを修理したことによって、世界政府がウラヌスをですね所持していることを知ってしまうんです。そして世界政府としてもウラヌスの存在は隠し通したかったんですが、壊れて使えないまま放置しておくわけにもいかず、背に腹は変えられないということで、ベガパンクに修理させた後で秘密を知ったベガパンクを消そうと企んでいたんだと言えます。そしてここまで説明してきたことをまとめ、世界政府がベガパンクを消すことにした経緯を説明していきます。血統因子を発見したことで世界政府から危険視され逮捕されてしまったベガパンクは、政府から雇われた研究者としてパシフィスタの開発、悪魔の実の伝達条件の解明、悪魔の実を物に食べさせる技術、回廊石バトルシップの開発などのですね様々な研究成果を上げてきたんですけども、ある時世界政府からとある依頼を受けるんです。それはウラヌスの修理。これによってベガパンクはウラヌスの存在という世界政府の秘密を知ってしまい、ウラヌスの完成後に世界政府から消されることになってしまうんです。そしてウラヌスの修理を担当していく中で、ベガパンクはウラヌスの構造を理解し、複製技術を習得。さらにベガパンクはウラヌスに対する対抗策を模索し、高圧グローブの開発に成功するんです。そしてウラヌスの修理が完成した後、ベガパンクが同時並行して取り掛かっていたセラヒムを完成させると、世界政府はベガパンクの利用価値よりも危険度の方が上回っていると判断し、ついにベガパンクを消すためにセラヒムと CP0エッグヘッドへ派遣することにしたんだと思われます。という感じで考察してきたんですけども、皆さんどう思いますでしょうか？ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。